稲荷崎高校、ここでメンバーを入れ替えます。録画では見られなかった選手ですね。うん、しのぎ役やから怖がらんでもええよ。誰かが見とるよ、誰かが見とるよ。カラスノに行きそうな流れを食い止めんとと思うて。あいつの正論パンチ怖いからな。赤毛ブレイクされたことはそうなんだけど、さっきまでなら決まっていたであろう場面で、中学の頃からそんな空気は持っとった。新助は自信に満ちている。だってパッと活躍できんな。お前とは経験値がちゃうやろ。中学3年間スタメンどころかユニフォームもらったこともないって聞いた。いつも以上の力を発揮しようとするから緊張するんやろ。練習でできとることやったら緊張なんかせんやろ。さあ、いい感触。身体的技術的に特別優れてるわけやない。さっさい。何やアツム、風邪か。体調管理できてへんこと褒めんな。とばっちりや。泣いてまうやろ。梅干しって。挨拶、バレーボール。神さんはどこにでもおるからな。反復、継続、丁寧は心地えんや。次、2番、大海。はい。結果より過程が大事と大人が言うて、将来バレーボールで飯食ってくわけでもないしな。細かいことはええねん。感情に理由なんかいらん。何笑うとんねん。せやな。新助の役もファイナルセットまで影響する。なんとか上向きで置いてくれ。 1,2 年はどうもまだムラッキがあるからな。あらゆる面で隙がなさすぎんだよな。うわ、もう来てる。ペットに赤ちゃん言葉で話しかけてる現場とかを抑えたい。えらいでちゅね。アツムは好戦的、負けず嫌いがたまに悪い方へ作用する。見逃さんからな。点差があっても容赦なし。強力なサーブと強力な速攻で稲荷崎10番の速攻止まんねえな。コート外で静かな西野君は初めて見る。しっかりしろよ、すげえ練習したじゃんかよ。西野でもちゃんと取れるか分かんねえ強烈なサーブ、でも自分のことなら言える。 A パスなんかなくても俺が決めてやる。高くください。朝日、よく言った。俺も言いたかった。やっぱスパイクサーブで吹っ飛ばす方がかっこええな。ジャンフロー飽きてきたしな。最強の挑戦者稲荷崎。よし、行くぜ。いやー、僕もアウトだと思いましたよ。アツム、今日キレキレやな。アツムのサーブならどっちも強烈や。でもスパイクサーブに変えてジャンフロやりきった方が後々のアツムのモチベーションには。レフト、アツムレさん。よし、スグル君、クロート語りしてもいいんですよ。あ、すれば前衛の攻撃が3枚いる状態から始められるから、稲荷崎は多分このスタートはいつも固定で、相手の出方なんか関係ねえ。攻撃力は高そう。カラスノの方は極端なんだよね。メガネ11番はブロックの要っぽいから。聞こう、喋り野郎は嫌われる。例えばアタック打つぞって時にさっきとは違う人がブロックに来たりするよってこと。待て、よし。双子速攻っすか。ああ、あれが一番の想定外だったからな。なんてことねえと言いたいが、真ん中はきつい。君の大役取っちゃった。
全国のすげえブロッカーたち、こいつの方がよっぽど怖えじゃん。アラン、よし、これが砂林太郎の速攻だ。スパイクが打たれる瞬間ってのはスパイカー対ブロッカーの1対1じゃない。基本にのっとって止めに行きます。僕がいきなり全国トップのミドルブロッカーに、って分かってても多分俺は我慢できなくてたまに手出しちゃうし。バレーは点を取られて当然の競技、失点をなくすなんて不可能。ズッキーたちの方だな。こいつ思った通り打ってくれてありがとうございます。意図的。木下、10点取ってこい。ナイスだ。木下さんには聞こえてない、相手の音も味方の音も。自力でヒーローになった山口、田中、俺もどっかで何か劇的な活躍ができるんじゃないかって。いいとこ狙えてたぞ。おい、今日で終わりかもしれないのに。あんま覚えてねえけど、小学校上がるくらいまでか。前世とかの話？ガキの頃つってんじゃないですか。あの強烈なじいちゃんな。ハロー。あ、お邪魔してます。足が床に張り付いてなんか懐かしい気がしたんす。怖いが懐かしいってなんだろう。怖がるのはもったいねえって。食わず嫌いしてたものをやっぱり嫌いだって確認すること。わからずじまいはもったいねえのさ。さっこい！西野屋さ、わざわざ苦手なオーバーやんなくても。選択肢が増えるって分かっててやんないなんて。しゃあ！カラスの高校、宮厚夢のサーブを一本で切りました。名前変えたらばあちゃん悲しむんちゃう。つむは変やろ。かっこよすぎる。なんでやねん。うん、失礼な双子やな。ジバ来んかな。ジバ来るかアホ。おー、ナイスキーや、すごいな。おお、ナイスキーや。あ、お、アラン君や。チース。あ、双子。サムに挑むアツムがよくある構図。オサム、セッターやってみ。アツムの方は負けず嫌いで収まらない何かがあるような気がした。うまくなんねんで。黙って悔しがれ、クソサム。特にオサムとのコンビは絶品で。離れる感じ、感触でブロックもよく見えた。じゃあなんで決められへんの。実際あいつら調子やと勝てるしな。我慢や我慢。ちっこい頃から知っとる双子やったけど、アツムは時々怖いと思った。せやから練習するんやろ。アツ、さっさとポジション開けえや。攻撃するぜ。もう蓋もない。アツム君は失敗しないんですか。双子飛ばしすぎや。どんなに他人が追いつけへんスピードで突っ走ったって、互いが互いに絶対追いついてくる。奴らはきっと競うだけ強くなっていく。ツムは頑張っとるからな。なんやねん。俺とお前実力は変わらんけど。いや、俺の方が上手いに決まってる。一通り聞けや。伸びる、ほら。くっそ、詰まった。
はい、これがユースのセッターか。アンダーは腕2本、オーバーは指10本。スパイカーに対して誰より真摯で献身的だ。あんな低い体勢で体を安定させる筋力も。俺もここに来れてよかった。挑戦しや。稲荷崎の応援は全員があのもみあげのおっさんってことか。集中力を継続できるか。投げ、あっという間にカラスの背中を掴んだ稲荷崎。100%。影山、エフター。田中さん、背中を掴んだと思いきやそのままの勢いで抜き去った稲荷崎。逆転。強気のサーブは威力があるのはもちろん、相手にプレッシャーを与え、ここの実力は高いが、うまく噛み合わなかったり攻めの姿勢が裏目に出たり。どっちでもええわ、昨日のことよ。影山ラスト。ナイスナイス。たくさんの機能は。しかし稲荷崎にはニア・オサムがいる。何をする。うわスパイカー、ニア・オサムから。明日も何になれる。イレギュラーだ、あんま気にしすぎんな。うっ。逆転された上想定外の攻撃されて焦るやろな。お前らが意地でも決めたいスパイク。ここでドシャット。エース東根止められました。すいません。タッチネットか。行ってこい所用。しゃあ。ここでカラスノはミドルブロッカー日向くんが前衛ですね。アサギ、お稲荷崎に乱れるが前。平田、あーしゃー、ブレイクさせへん。止めるな。実際にはミア・アズムはトスを上げようとしてた。でかいやつでもミドルでもなく、ネット際が縄張りのセッターやろ。カラスの忍ぶことができるか。うん。待ってけ。センターに帰ってミア集め。誰を使う。攻撃はレフトから木島。よし、無茶つむ。オジロアラン。思い出すだけで心が奮い立つような、自信が蘇るような、稀に掴むそういう一本を紡いで。これを言う日が来ると。ナイスレシーブ。あと玉拾いなめんなよ。お前は何をやっている。ボールに触れる瞬間威力をいなし、体全部でボールを殺す。このシンクロ攻撃。